はい、今日も始まりました黒森チャンネル、黒沢森田の森田です。どうぞよろしくお願いします。ちょっと慣れてきたね、これもね。今日はですね、ちょっと他にはない、お客様との信頼関係を築くコントロール術というか、コントロールっていうと結構こうなんか操作していることになるんですけれども、お客様に喜んでいただくための自分のテンションコントロールをお話ししたいなと思います。実はですね、これ結構いろんなところのメディアで一番重要視して話をさせていただくことが多いんですけど、僕はもともと飲食店のスタートじゃないし、プロボクサーっていうこともあって、こうお客さんとの距離感みたいなものをとっても大切にしてるんですね。で、今日はクロスタムを主体に話をするんですけれども、実はこれ僕が飲食店を始めた11年前からずっとこの考え方っていうのは変わってなくて、きっとこれ結構通用していることなんだなと思っているんですね。で、特に飲食店の経営者の方とか料理人の方に持ってないものを今日ちょっと大公開しちゃおうかなと思っています。ですね、実は6カ階も狭い店なんですけど、このまあクロスサムっていうのはまあすっごい広い店で、この2つあるんですけど考え方は一緒です。6カ階は僕がこの真ん中に立って、あとお客さんが10人ぐらいこう円状に入るっていう、そんな感じなんですね。で、クロスサムは、今見て撮っていただいているところなんですけど、僕が後ろのテーブルに立って、アイランドキッチンに立って、でお客様が10人から15人カウンターにまず並ぶっていうところからスタートなんですね。で、別に劇場型をやってるわけでも、僕別に普通のテーブル並んでる飲食店でも多分同じことをするんですけど、ただ分かりやすく説明するために、この6カ階とクロスサムの位置を、立ち位置をちょっと使いますね。全然これは全てのもので応用できると思います。6カ階はお客様が入ってきていただいたときに入るタイミングが全部違うじゃないですか。一人ずつ、別に予約制の店でもないので来ていただけるんですけど、お客さんが来るときに、会社で嫌なことがあった人、今日会社でめちゃくちゃいいことがあった人、彼女と一緒に来てる人とか、いろんな人が来るんですよ。で、これを狭い空間だから全員帰るときに同じテンションにして帰っていただくってことで、クロスサムは同じスタートなんですよ。こっちの方がだから説明としては分かりやすいかもしれないんですが、入ってくるのは一緒だからなんですけど、入ってくるのは一緒なんですけど、その時にだいたい3パターンのお客さんが来るんですね。で、一つはもう予約を本当に1年ぐらい待ってくださっているからワクワク楽しみにする人、2つ目はうちお店の場所言わないので駅前集合なんですけど、そこからここまでもうフランケンシュタインみたいなやつが案内しに行くのでめちゃくちゃ怖がってる人っていうのが来ます。で、最後はうち携帯電話とか全部持ち込ませないんですよ。料理に集中していただきたいので持ち込んでいただかないので、そうするとちょっと怒ってくる人っていう、大体この3つが来るんですね。これは一緒で、多分皆様の飲食店のレストランであったりとか、いろんなお店に来られる方もいろんなテンションの方々がお越しになると思うんですよ。お一人のお客様、5名のお客様、団体様、カップルさんとか、いろんなテンションの人たちが来ると思うんですね。で、僕たち飲食店っていうのは実はそのお客様がお店に来るまでのバックグラウンドが結構勝負なんですよ。ここを作っていくと、こっから何出しても美味しいものちゃんと出せばお客さんって喜んでくれるんじゃないかなっていうのが僕の考え方です。さあ、ではですね、これのやり方をですねちょっとだけ公開してみようかなと思います。実はですね、僕はお客様に全てのパターンで、お越しになられた時にそのバックグラウンドがどうであれ色と点数をですね、つけるようにしています。6カ階でもクロスサムでもどんなお客様が来てくださっても、あれ、この人今まで今日1日の間でどんなことがあったんだろうなっていうのが、色で表現をします。この色が例えば紫とか青っぽい、そういう色だとちょっとなんか嫌なことあったのかなとか、なんかちょっと今日浮かない顔してんなみたいなことをちょっと色で見ます。黒っぽいなとか、でも黄色とかだとおーちょっと今日明るいねみたいな、それは分かりやすいと思うんですね。で、今度はお店を楽しみにしているその期待ボルテージみたいなものを点数で表します。めちゃくちゃテンションが低くて会社で嫌なことがあったんだけど
今日はここの6日会でクロスサムで楽しむぞっていう人は青なんだけど8とかね、こんな感じでなんとなく自分の中で言わないですよお客様には。だけどこうやってなんかね見るんですちゃんと。でもこれって失礼じゃなくてちゃんと一人一人見るっていうことができてるかどうかっていうリトマス試験紙みたいなものでちゃんと分かんないと自分が押し付けたサービスになっちゃうのが嫌なのでこういうことしますと。でそうするとクロスサムなんかはもうドキドキしてる人とかはあれ不安だなどうしようかなとかって思ってる人、これはやっぱり青色っぽい、でもすごい楽しみにしてんだよねっていう人は8とか9になってくるし、逆にものすごい会社でいいことがあった、わー嬉しいなって思ってると。でこの人は今度ね赤なんですけど、もうそのことが話したくて仕方がないと、俺今日こんなことあったよってなってお料理をちょっと楽しみにしてないなっていう人は赤なんだけど4ぐらいとかこういうふうにつけていくんですね。でこれを瞬時に見極めて六花界もクロスサムも最終的に変えられるときに10の金にしていくためのお話をしていくんですね。で特にまあ今日はこのクロスサムのお話をした方がいいかなと思うんですけど、というのは六花界はいろんな人がいろんなタイミングで来るし、皆さん10分で帰る人もいたらね2時間いる人もいるじゃないですか。だからこれってちょっと難しいかもしれないので、クロスサムは例えば10人同時に入ってくださって、で2時間ちょうどで帰っていただく、これ分かりやすいと思うのでこの話をすると、入ってきてくださった方々に最初に目が合うかなとか顔がこわばってるなとか、でそれでは始めますって言った時に一緒にちょっとお辞儀してくれるかなとか、そんなことを見ます。その中で色と点数を決めるんですけど、やっぱり怒ってらっしゃる方をほぐすのが一番難しくって、でこれをほぐすのにはいくつかあるんですけれども、それはどのお店も一緒で、これビジネスどこでも使えると思うんですね。打ち合わせでも会った時に自分がプレゼンテーションをするのであれば武器があるじゃないですか。僕はその武器はお料理です。あと、そうだな、あとそのコントロールとして、その人だけと1対1で打ち合わせするときっていうのは結構難しいかもしれないんですけど、まあ、逆に簡単かもしれないけど、3人ぐらいおられたりするとその中でテンション高くて、期待している人たちを使えばいいと思っていて、でその人たちを活用させていただければいいと思ってます。うちは10人来られてその中で、まだちょっとテンション低いなっていう人の前に必ず立ちます。でその人に他の9人様にはやっぱり口頭で説明をするんですけれども、うちはその人を10の金にするために置き方をゆっくり丁寧に置いてみたりとか、手を離す秒数を1秒遅くしてみたりとか、でそうします。でそうするとやっぱり大切にされてるなって思っていただけると思うんですね。だからそこで直球でなんでそんなテンションなんですかとは絶対言っちゃダメで、ちゃんとその人たちが知らないうちに喜んでくれることを武器をあらゆる手を使っていくと。でカウンターで10人おられる中で、この後2階のプロジェクションマッピングのシェフズテーブルに上がっていただくんですけれども、この段階でもうほぼほぼ皆様はだいたい10の金に揃えてあげなきゃいけないんです。で帰られる時にはもう本当にお客様が少しいい体験したなと思って握手を求めてくれたりとか、少し涙を流してくれるようにやっぱり皆さんに喜んでいただけることをしなくちゃいけないと。皆さん本当に楽しみにしてきてくれているので、その人たちがどういう状態かっていうことを、まず見抜いてあげてください。それを見抜いてテンションレベルを皆様こう10の金に持っていくっていうことがですね、今までやってきた培ってきた大きな秘密のこの一部を今日はご紹介させていただきました。ありがとうございました。